一体どうすればいいんだ。はあ、瀬野先輩がいてくれたら。何かあったのか。あ、ご心配ありがとうございます。お二人は。なるほど、では先輩のお友達ですね。私の名はナビル、教令院のマハマトラです。最近缶詰知識の密輸事件が起きているというのに。え、マハマトラって人手不足なのか。ええ、肝心の大マハマトラの瀬野先輩はこのところどこにいらっしゃるのかもわからないし、内輪で相談したところ、この密輸事件の深刻さを考慮し、マハマトラ以外の人物にも協力してもらい調査を行うことになりました。お二人とも、もしお時間があるようでしたらどうかご協力いただけないでしょうか。いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には完全な密輸ルートが隠されていると我々は推測しています。一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わらず、密輸ルートの徹底解明には一刻の猶予もありません。現在の調べによると、スメールシティの外で缶詰知識を売っている者たちがいるようです。わかった。セノ、はあ、やっぱりセノだ。お前らか。道理で馴染みのある気配を感じたわけだ。今調査中だから話はまた今度な。ああ、ここ最近缶詰知識の密輸事件が起きているんだが。奇遇だな、オイラたちもその件で調査しに来たんだぞ。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。話せば長くなるんだが、缶詰知識を密かに売ってる場所に関する情報が入ってきた。なんだか複雑そうだけど、さ、行こうぜ。これで全部か。そんなことどうでもいい、買うのか。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら早く買っといた方がいい。教令院の奴らは一体何を考えてるんだろうな。いいブスはないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。15万ボラだ。いや、その必要はない。だが人と貨物は残してもらおう。お前はセノ。おい、鬱を捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン登場。仲間、どういうことだ。仲ち、まいったな。どっちも手強そうだ。俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売員だから。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで、あとは5日ごとに誰かがブーツを持ってくる。次送ってくるのはいつ。知らんな。本当に知らん。3日前にブツを受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは、俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとしたとき、俺に仲間がいないと言ったな。商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。ま、結局捕まったが。とにかくそういうことだ。相手は俺のこと、外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決できない。もし他のルートがあればいいんだが。ん？あ、それってドリー。心当たりがあるのか。合わせてくれ。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわけにはいかない。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。
そうか。この二人のことを何とか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があれば、キャラバン宿駅で俺を探すがいい。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰知識があれば。わかってる。し、余計なお世話だ。おい、その態度はなんだ？何か？缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。こんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは独占したいからってだけだろ。缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は缶詰知識の密輸をはびこらせるのに加担したと。次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな旅人パイモン。ただの脅しに決まったる。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。あらあら、そんなことがあったんですの？売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。そう、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。え、やめたのか？ええ、近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょ。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも低い、輸送費に多少お金をかけても十二分に採算の取れる商売ですわ。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ？複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれるけれど、この世に大多学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前準備は不可欠ですわ。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば、思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。え、そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。もちろん、少し使うくらいなら問題ありませんわ。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。あらあら、話が逸れてしまいましたわね。とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると、連中の罠にはまりますわよ。私が知る限り、連中の真の目的は缶詰知識を利用して機嫌の庭に関する情報を流すことですの。機嫌の庭？なんだそれ。伝説によると機嫌の庭はスカーレットキング時代の遺跡で、
中の宝物を手にすれば生死のすべてを悟ることができるらしいですわ。聞いた話では、先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、中には起源の庭に関連するものもあったそうですわ。この情報を聞いて初めて、市場に溢れている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり起源の庭だったのだと推測できましたの。起源の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。研究チームを一刻も早く結成するには缶詰知識を使うのが一番ですわ。オークションを開いたのは、まあおそらく民間から興味のある有能な研究者を招きたかったからでしょうね。それに必ず起源の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークションで起源の庭に関する缶詰知識の値段を上げて、まずは一儲けしておくのも商売として悪くありませんわ。あ、だったら砂漠のオークションに行ってみないか。それがいいですわ。さて、そんなお二人にそろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ、決まんり。各旅行パックはたったの50万もら。なんとか大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ。全てが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね。かつての強霊院の大マハマトラとして、さすがに払わないなんてことはないでしょう。キラキラしたモラが、モラが私を手前引きしていますわ。うん、早く行こうぜ。セナ、情報を手に入れたぞ。あいつら砂漠でオークションを開催して起源の庭の缶詰知識を売ろうとしてるぞ。起源の庭、情報源は聞かないが信頼できるのか。起源の庭にはスカーレットキング時代から残された宝物があると聞いたが。半分はな。あれはスカーレットキング時代、ある怪しげな教派によって建てられた秘密。これまでの研究資料によれば、起源の庭に入るには対価として命を支払う必要があるらしい。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。年々減ってはいるが、教練や民間にはまだ存在する。何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば、生死のすべてを理解でき、多くの人にとって生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、それでも幻想を抱き、だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。かん、ところでオークションがどこで行われるかは知ってるのか。よし、それじゃあ行ってみよう。尻尾。ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば安心しろ。これくらいのこと俺が片付ける。お、頼もしいな。待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。お前らは？俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのはお前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが。そうだ、見て見ぬふりなんかできないぞ。なるほどな。だがよく考えてみろ、セノ。もしここで身を引くなら、一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰ち、それだけじゃない、利益をお前に分配してもいい。お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない、さっさと消えろ。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、悩み事は解消して差し上げなければ。お前らがどうしても意地を張るって言うなら、ちょっとばかし痛い目にやってもらうまでだ。
前ら、セロ！この件に関わり続ければ、数え切れないほどの奴らがちょっかいをかけてくるだろう。引くぞ！いや、その必要はない。捕まえたところで、何の情報も聞き出せないだろうし、すまない。お前らまで危険に巻き込んでしまったな。しばらくは特に気をつけてくれ。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。面目を保つため、暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔、ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時、先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。それからはより慎重になったし、用心。そんなことがあったのか。手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年、一身上の都合で一般職に転身され、先輩の名はタージ・ラドカニ。人望の厚いマハマトラだった。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。安心しろ、オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。ことが終わったら潜在的な危険も一掃してみせるよ。なんて暑さだ。ああ、木陰とか涼しいところはないのか。目標地まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。わかったよ。暑いに決まってるだろ。何か秘訣でもあるのか。できるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ。自分の体の限界を脳に判断させずに。なるほどな。でもだってほら、砂漠が果てしなく続いてるだけで、近くに魔物もいないし。気をつけろ、様子がおかしい。まさかサソリが出るなんて。普通のサソリじゃない。見ろ、ハサミに番号がある。これは飼育されてる証だ。俺たちがオークションに行くことを望まない者がいる。連中はこいつを使って邪魔しようとしてるんだ。見渡す限りの砂漠、俺たちがやられても知る者はいない。危なすぎだろ。でも一つ気になることがある。砂漠には固定のルートがあるわけじゃないのに。動くな。やっぱりか。奴らはこれをお前につけてたんだ。なんだそれ。妙老派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れたんだ。そんなものまであるのか。おそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろう。あの時は混沌としてたからな。セノが気づいてくれてよかったな。いや、もう少しつけたままにしておこう。さて、オークションに行こうか。ここで時間を食いすぎると、おかしいな。ここがオークションの場所で間違いないよな。な、もしかしてちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らはトラッカーから俺たちの動きを察知し、事前に。それじゃあどうすればいいんだ。探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。それじゃ気合を入れて探そうぜ。何か分かったか。起源の庭に関する缶詰知識はもともとさほど多くなかったのかもしれない。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。お前らは来た道を戻り、俺はここに隠れる。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。
慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来るやつがいるはずだ。だからトラッカーをできるだけここから離して、もうここが安全だと誤認させるんだ。なるほど、オイラたちをおとりに奴らをおびき出す作戦だな。よし、早速出発するから、ここはお前に任せたぞ。安心しろ、もし奴らに来る勇気があれば必ず引き止めておく。ふう、疲れたぜ。これだけ離れればもう大丈夫だろう。よっしゃ、ちょっと休憩してから。まっ、そろそろいい時間じゃないか。セノの方に収穫があるといいな。さっき現れた時、俺は先手を打たず、しばこいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。さすがはセノ、察しがいいな。はあ、君がいると分かっていれば、目先の利益は貪らなかった。利益を貪る？どういう意味だ？君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。それらの缶詰知識は元より主なきもの、つまり誰よりも早く持って帰れば。お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。自分で言うよ。でもその前に場所を変えてくれないか。ここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら。どこならいい？アール村に俺の家がある。いいだろう、旅人。もうトラッカーを外しても大丈夫だ。パパ、お帰りなさい。お客さんなの？この子は俺の娘で、市民、パパはお客さんたちと話があるんだ。まあ、分かった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。オイラはパイモン。正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思っても見なかったよ。だが、たとえ囚われの身でも俺は君たちを説得したい。なぜだ？制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位のものが関わっている。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために誰もが全力を尽くすだろう。それに、もし成功したとしても君に感謝する人は誰一人いない。それについて文句はない。誰しも自分のこだわりがあるものだ。はあ、パパ、これお茶。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。ありがとうな。大丈夫、そのうちのお茶は苦いでしょ。だからパパからもらったキャンディーを入れたの。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。ありがとうパパ。それじゃ休んでくるね。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。実は個人的なお願いがあって、娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。
俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然足りなかった。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療をちゃんと始めることができたんだ。俺のようなものは他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は君たちにとっては許せないことかもしれないが、俺たちにとっては生きるための手段なんだ。こんな話をしたのはただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ、瀬野様。どうか俺たちに生きる道を残してくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識の販売を禁止したら、それでも俺はあの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、缶詰知識の密輸に目をつむることは決してできない。そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけでもう十分だ。つい最近仕入れた貨物が置いてある。うわ、こんなにたくさんあるのかよ。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。この数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。いや、これほど大量の貨物が市場に流されているのに。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。ああ、おそらくそうだ。待て、これは、これはマハマトラの検閲用の印象だ。トラッカーを見つけた時、強霊院の誰かが関わっているのではと疑ったが、あれだけの数の缶詰知識を強霊院から送り出す方法がわからなかった。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも強霊院の出入りが自由になる。ふん。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は強霊院から出たものだ。起源の庭に関する知識は強霊院に封印されている研究資料を参考にしたのかもしれない。資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に強霊院は行けない。この件、お前に調査を頼めないか。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりは強霊院を指しているが、バーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。俺はここに残って事前準備をするから、何か見つけたら。こんにちは、調査の進捗はいかがでしょうか。ああ、本当に瀬野先輩に会えたなんて。手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。平気平気。先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ資料室に封印されているのはただの研究資料だけじゃない。私ですら普段は自由に出入りする権利を与えられてない。そうです、強霊院では学術に関しては比較的縛りが緩く、ですが研究の中にはあまりにも危険でマハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。しかし後世への警告のために記録は残します。さあ、案内しますので行きましょう。秘密の資料室って。はい、かしこまりました。瀬野が紹介してくれたものであれば信頼に値します。ただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします。資料室の内部はこんな感じだったのですね。
おかげで一緒に見識を広めることができました。教令院には口の固い人が多いです。でも何があっても秘密を守る。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼していますし。さあ、研究資料はあそこです。セノの昔の相棒？ああ、タージ・ラドカニのことですね。なんですって？タージ先輩の息子さんは起源の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。いや、当時は秘密逮捕で事情は公開されていませんでしたので。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄さ…いえ、それは叶いません。投獄から間もなくムルタダは監獄で自分の命を絶ってしまいましたから。タージのことはお耳に入ったんでしょう。特にナビルは、彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人でしょうね。それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じく槍術に優れていて、二人は任務遂行の合間に何度も手合わせしていました。ええ、私もセノ先輩から聞いたことがあります。でももしかしてムルタダのことと関係があったのですか？ムルタダ・ラドカニが生まれた頃ですから、ムルタダが教令院で学んでいた時、周囲の人々は常に彼に最高の基準を求め、大きなプレッシャーを与え続けたんです。親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、和解から間もなくムルタダが教令院の禁令を無視して起源の庭を研究していることがバレてしまいまして、タージは自ら彼を拘束し監獄に入れました。ムルタダはひざまずいて許しを乞いましたが、その後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、その後タージは時々資料室にやってきては暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずにきっと苦しんできたんですね。うん、なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。待ってください、まさかタージ先輩を疑っているのですか？それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから。だってタージ先輩ですよ。もし缶詰知識が教令員から漏れていたと仮定するならば、タージは確かに疑わしいですね。ここしばらくで起源の庭に関する研究資料を確認しに来たのはタージだけですから。起源の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。当時7人の学者が逮捕投獄されましたが、研究を再開することは容易ではないでしょう。でも缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教令院以外のところでも密かに研究を再開できます。だとしても噂に聞く限り、起源の庭の宝物は人の生死を掌握し、死者さえも生き返らせる力を与えてくれるんでしょ。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。私は知っている限りの手がかりを提供しただけです。他に聞きたいことはありますか？なければお帰りください。オイラ、頭がクラクラしてる。あ、そういえば缶詰知識は強烈。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。安心してください、タージ先輩。よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。すみません、最近大量…何かあったんです？いや、異常あるかどうかを確認したいだけです。異常はな…妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。何の物かと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派は
よく捨てる機械を旅商人に売っていましたから、その時は気にも留めませんでした。でも最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。疑わなかったのですか？いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、普通は調べないでしょ。もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います？この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって、あのタージ様が直々に伝えに来たんですよ。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ、いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。僕もタージ先輩に連絡がつかないって言ってるのに。昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出迎えたんです。そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替えたタージ先輩が連中と一緒に出ていくのを見ました。そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。エルマイト旅団。そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。そうですね、そうするしかありません。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。ここがタージ先輩の家ですか？誰もいないみたいですね。どうするんだ？このまま侵入するか？いや、待ってください。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。そうですね、今調査命令を出したとしても早く。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か？これは確かにタージ先輩の筆跡です。先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から見ればこの密輸事件の規模はとんでもない大きさのようです。関わっている者は300名以上、身分のある名士だけでも数十人はいます。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね、地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩に渡して先輩に判断してもらいましょう。もしタージ先輩が本当に自らの立場を裏切り許されないことをしたのだとすれば、先輩を疑いたくはありませんが、私は先輩との交流が浅かったのも事実です。これを早くセノに見せに行こう。何かわからないか？タージ、そういえば確かに長い間あいつを見てないな。時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない。ま、それじゃあセノはあいつが犯人と思うか？わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか、俺には想像もできないよ。子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか。今の彼はどんな人物なのか。そう、いずれにせよあいつがこの件に関与し、情報があるにもかかわらず、だからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ先を急ごう。タージ、久しぶりだな、セノ。最近どうだ？ここに現れたということは
ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。ああ、調査はほぼ終わった。だが、一番重要なことにはまだ答えがない。お前がやったのか。缶詰知識の密輸に。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと。そりゃ何とも答えづらい問題だな。俺はお前がそうなるとは思いもしなかった。そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが年を重ねるにつれて慎重になった。俺も同じだ。以前の俺ならば自分のしたことを疑うことなど何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。ムルタダを投獄し俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬまで俺を憎み、俺は父親失格だ。だが今その後悔を取り返し再会するチャンスが俺の目の前にはある。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり、死者を生き返らせることもできる。欲しいものは手に入ったか。ふん。後ろの扉を見ろ。もう少しなんだ、瀬野。もしなんてことがそんなにあるわけがない。起きたことを変えることはできないし、宝物なんて言われるが。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。元相棒として最後の願いも叶えてくれないというのか。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないのならば。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうかお手並み拝見といこう。この石が。いや、逃げ場はないぞ。こっからは逃れられない。たた断罪の時。罪を償うがいい。やはりそうか。その力どうだ。前とは違うだろう。起源の庭に入った時だが、これはまだあくまでも一部に過ぎない。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死。あれからだいぶ経つのに君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはさっきのだって演技だろ。その格好でリストに書いてあった連中は騙せただろうが、最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別。え？どういうことだ？最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。うわあ！でっかい。時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタダが亡くなってから俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪夢で、目が覚めたら、そんな時起源の庭を探すために
俺の力を求める者が現れたんだ。各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで密かに研究をしていた。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても、俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタダが戻ってくることを期待しながら苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、人の心を惑わすこの場所は数百年も昔から悲劇を生み続けてきた。この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続くだろう。だから流砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなればそれに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは、奴らが何の疑いもなく俺と手を組むようにだ。そうだが、それで終わりじゃない。その組織を審判する信頼できる者を探す必要がある。それに組織の勢力はかなり大きい。教令員の中にも奴らの仲間がいる。だから黒幕のふりをして俺の心を試したのか。すまなかった。だが安心したよ。ここはもうすぐ崩壊する。君たち早くここから離れなさい。待て、お前は行かないのか。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。ま、この計画を考え始めた時から裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究したり、それにいつも仕事に追われて、ムルタダの願いを叶えてやったことは、起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君に任せたぞ。何を言ってる。俺たちは相棒だろ。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの。一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった、和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。起源の庭。タージの言っていた通り、起源の庭は多くの災難と悲劇を生んでいた。リュウサに埋もれるのはあるべき結末だろう。起源の庭だろうが他のことだろうが、利益さえあれば奴らは教令院の禁令を気にも留めない。危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。今回はタージにやられたが、また新たな餌を探すだろう。だがそのチャンスは二度と与えない。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。だがもう十分やってもらったよ。残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で奴らを裁きたいんだ。それじゃ決まりだな。またお会いしましたね。この度の件は本当にありがとうございました。ノビル、砂漠から移送されてきた犯罪者たちはまずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんです。それはもう手に汗握る数日間でしたよ。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて真実を隠蔽しようとしました。その後リストに載っていた他の人々も教令員の幹部たちに圧力をかけ始めてパニックに陥り。それです
そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、みんなの感情が一瞬にして爆発したんです。それをきっかけにマハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、教令院から逃げ出した者もいましたが、逮捕される運命を変えられはしませんでした。スメール各地に散らばった者たちは全員傭兵団を潰した謎の人物に身柄を拘束されたというわけです。聞いた話によると、あと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが国境近くで連れ戻されたらしいですよ。300名以上が投獄され、尋問された衝撃はまさに皆を震撼させました。これで事件は終わったんだろ。みんな捕まえたから缶詰知識を密輸するやつもいなくなったし、大変だったけど、なんだかすごく立派なことをやり遂げたような気分だな。全くおっしゃる通りです。それに謎のものはきっと瀬野先輩ですよね。そういえば最近も瀬野先輩と連絡は取っていらっしゃいますか？知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれて。わかったぞ。ナビルも悪いやつを逃がさないよ。きゃ、ええ、ご安心を。また今後も何かあればいつでも教令院に会いに来てくださいね。一人で300人以上を裁くなんて、神にでもなったつもり？わかってる。だが尋問するときに思っても見なかったことを知った。ムルタダ・ラドカニが起源の庭に興味を持つようになったのは、ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも、そしてムルタダが亡くなった後、やつらはタージの子に対する罪悪感を利用し、人の心をもてあそび、命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。トラップを土に落とすと急速に成長して麻痺効果のある花粉を撒き散らす。セナ、ティナリ、ナビルが見たのはティナリだったのか。そうだよ。セノに頼まれて、市民って女の子の病気を治すために、やっついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、そんな仏頂面をしてないで基地性召喚でもやりまくったら。コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃ。まコレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、体の方は最近だいぶ良くなってきたから散歩させようと思ってる。え？コレイがアビリアの森を離れるのか？臨時講座を開いて缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだ。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど、一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってる。だからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。もちろん。それじゃ僕はこれで。何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は、たとえ残党がいたとしても、そいつらはお前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。セノはどうするんだ？まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。ここ数日タージが起源の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれる奴も、俺の後ろを歩く人も、昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさ。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、起源の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、起源の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。
そういえば最近妙なことが起きてな。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり125万モラの請求を出してきたんだ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、お前ら何か心当たりないか？